古事記キティサーバルコラボ来るからよ。ここでよ。あ、出ねえんだ、こっちの星を。新井先輩出ないんだね。じゃあ、なおさらここでもう、お清めとして、まあ、こっちも、まあ、出る可能性はあるけど、大丈夫だろう。まあ、とりあえず4枚だけな。この4枚だけでどれだけ、今後のハローキティの方で、運が強くなるかだな。何言ってるか分かんないかもしんないですけど、そういうなんかジンクスみたいなのあるんじゃないかな。ちょっとここでね、もう、爆死にしといて、で、なんとか。ただな、このチケット最近よく当たるからね、特にフォト当たったらちょっとやだな。まあ、さすがに4枚だから大丈夫だと思う。危ないか、大丈夫だと思うけどね。よしよし、じゃあこれで最後ですね。よかった。うわぁマジで出た、嘘だうわぁ誰、あー、こ、白毛か。これだよ、出た出た、こういうさ、本当になんかこういう意識すると出るタイプ。もうさ、これいい加減、ほんと上さんさ、マジで俺の声聞こえてんじゃねえかって思うんだけど。皆さんこんにちは、サラブレッド白毛と言います。出ることあるか。トレーニングも大事ですけど、体のケアも同じくらい大事ですよ。うーわー、こんなことあっていいんですか。ちょっとこれどんなんだっけ、全然見てねえわ。ステータス、技、ラブリー属性だもんな。で、まあ貴重っちゃ貴重だけど、うーん、これはどうよ、なんか今でも強いって言えるステータスなのかな。まあ回避に特化してるっていうのは、まあちょっと面白いっちゃ面白いかね。うん、なるほどね。だからといってキティサーバルの前で出なくてもいいじゃん。俺だからそういう時はもう本当にうんと、嘘だろ。もうキティサーバルが来るって聞いてこういう儀式するとこれだよもう本当にはぁ、じゃあこれ、いや待って、もう一個あったな。これをじゃあ最後引いて、もうここでさ、本当に星4出たら何かしらの方法で何かいじってるっていう、もう確信になるからね。問い合わせるからね、俺マジでさすがにねえと思うけどな。あ、はい、はい、出ませんでしたね。はい、よかった、それでいいんですよ。はい、ご視聴ありがとうございました。